どうも大阪市24区住みます芸人東淀川区担当の福んちゅです。本日はですね、区内にございます観光スポットの一つ瑞光寺というお寺、ここにですね世界的にも大変珍しいものございますんで、ご紹介させていただきたいと思います。ではでは行ってきます。さて、ということでこれこれこれ見ます。後ろに見える2本のこの角のようなもの、これ実はある生き物の骨なんです。ではここで問題です。大阪の北東部東淀川区にある瑞光寺、このお寺にあるある生き物の骨、一体こちら何の骨でしょうか。東淀川区不思議発見、シンキングタイムです。考えてください。ヒント与えましょう。海洋生物です。いきましょうか。正解はクジラの骨でございました。こちら東淀川区にございます瑞光寺には世界で唯一ここだけですね、クジラの骨でできた雪原橋、通称クジラ橋という橋が、ございます。阪急の上新庄駅から徒歩10分ほどで来れます瑞光寺、ぜひ来ていただけたらと思いますが、